萩本欽一さん、コント55号という伝説のコンビで、70年代から80年代にかけて、坂上二郎さんと共に、一世を風靡した希代のコメディアンですが、その偉大な成功の陰にあったあることが、感動以外の何者でもないのだとか、一体どういうことなのか、見ていきたいと思います。萩本欽一さん、本名、萩本欽一、1941年生まれの80歳、東京都台東区のご出身で、駒沢大学仏教学部を自主退学、世間からは、欽ちゃんの愛称で呼ばれ、彼の番組で育った芸能人からは、大将と呼ばれているのは有名で、なんでそうなるの、万歳、なしよ、今も語り継がれるギャグも多く、そんな数々の伝説のギャグの中でも、忘れてはならないギャグが、欽ちゃん走り。その独特の振りの走り方に、世間は笑いの渦に巻き込まれました。伝説のコンビ、コント55号の時代以降は、その浅草で鍛えられた芸風とともに、歌手の前川清さんや中原理恵さんをはじめとした、お笑い素人を起用したり、素人いじりで、その人気は一気に頂点に上り詰め、業界ではそんな萩本欽一さんを視聴率 100% 男と呼ぶようになります。なぜそう呼ばれたのかは、冠番組として金ドン、欽ちゃんのどこまでやるの、欽ちゃんの週刊金曜日と一時は民放3社にまたがってとんでもない視聴率を稼ぎ出し、その合計視聴率からそう呼ばれたのです。ですから、当時は給料袋が立つほど稼いで、しかも中身はお札ではなく小切手だったそうで、月収は軽く数億円はあったはずなのだとか、そんな喜劇界のレジェンドですが、その生い立ちや家族には驚きを隠せません。というのも、萩本欽一さんは、進駐軍相手のカメラ製造販売で成功した父と、資産家の生まれで長のつくお嬢様の母との間に、三人兄弟の次男として生まれます。兄は、後にプラスロン化粧品の会長に、また、弟は、小学校の校長にまでなったそうで、これだけだと単なる成功者一族出身の、萩本欽一さん。しかし、実際は複雑な家庭環境でした。なぜなら、事業で成功した父親は、別宅で愛人と過ごすことが多かったのだとか、しかも、母親は、それも解消だと、容認したばかりでなく、むしろ、愛人のところに遊びに行くように、萩本さんに言っていたのだそう。変かもしれませんが、萩本少年は、父とその愛人と3人で、しょっちゅう浅草に出かけ、芸能へ興味を持つようになったといいます。なかなか屈折した幼少期ですが、そんな幸せな生活も、父親の会社が倒産したことで、一転、極貧生活を強いられます。家に押しかけてくる債権者に、お嬢様育ちの母親が、地べたに頭をこすりつけて謝る姿を見て、必ず成功して楽にしてやりたいと思ったそうです。しかし、その後、夜逃げの末、一家は離散してしまいます。萩本欽一さん、高校卒業後にコメディアンに憧れて、浅草の東洋劇場に入団しますが、なんと、当時の萩本さんときたら、セリフがうまく言えないほどの、極度の上がり症だったために、才能がないからと退団勧告されたほどで、今の欽ちゃんからは想像できませんね。ところで、この東洋劇場とは、実はストリップ劇場だったのですが、萩本欽一さんは、その上の階のフランス座で、駆け出しの芸人としてコントをしていたことが、運命の出会いを生むきっかけに、その出会いとは、愛妻の澄子さんとの出会いです。その二人の出会いは、当時東洋劇場で人気ダンサーだった、妻の澄子さんが、フランス座での、萩本さんのコントをよく幕間に、
見に行ってたのだとか。須美子さんのことを萩本さんも知っていて、気にはなっていたのですが、萩本さんから声をかけることはなく、よくある話ですが、業界ではご法度。そんな二人が急接近したきっかけは、萩本さんが半年間の地方巡業に出る際、須美子さんが送別会を開いてくれて、別れ際に萩本さんに自分のネックレスを手渡して、困ったらこれを質にでも入れて、そう言って握らせてくれたのだとか。帰郷後のある日のこと、酔っ払った須美子さんが萩本さんの下宿に転がり込んで、一気に距離が縮まるのです。その翌日には須美子さんが、芸人はテレビくらい見ないとダメと言ってテレビを届けたり、家財道具を揃えたり、挙句は家賃まで払ってくれたそうです。そして同棲生活が始まってしばらくして、ある事件が起こるのです。萩本欽一さん、坂上二郎さんとのコント55号で一躍大ブレイクをしたのですが、ちょうど時を同じくして須美子さんは行き先も言わずに姿を消してしまったそうです。方々を探し回った萩本さん、ようやく見つけてプロポーズしますが、須美子さんは決して首を縦に振らなかったのだとか。なぜなのでしょうか。萩本さんとの結婚を望んでいなかったという理由だというのですが、なぜなのか、その真意とは。自分の経歴が元でやっと脚光を浴びた萩本さんをスキャンダルに巻き込みたくなかったから姿を消したのだとか。それでも萩本さんの子供だけは欲しかったため、未婚のまま1975年に長男を出産。これでようやく結婚できると思った萩本欽一さんですが、それでも須美子さんは結婚届にサインしようとしなかったため、萩本さんは一世一代の決心をします。どうしたのかというと、引退覚悟で結婚と子供がいることを記者会見で世間に報告したのです。その際にマスコミには須美子さんの経歴を伝えた上で、名前など詳細は伏せるようお願いしたのだとか。晴れて1976年に入籍した萩本さん、さて妻の須美子さんですが、欽ちゃんが言うには一風変わった奥さんだったとか。それは須美子さんは夫が家庭や家族に関わることを良しとしてなかったのだそうです。萩本さんは売れ出してからも毎週日曜日には休みを取って子供たちと遊ぶようにしていたのですが、須美子さんはそんな夫に、そんな風に無理して遊ぶのは子供のためにもならないと言って仕事に専念させたのだとか。だからこそ視聴率 100% 男とまで言われるほどになったのかもしれませんね。萩本欽一さん、3人の子供たちも独立した頃にふと須美子さんに聞いたのだとか。俺のどこが好きで一緒になったの？すると須美子さんは、好きではなくずっとファンだった。その返事を聞いて初めて萩本さんは妻が今まで取ってきた不可解な言動が腑に落ちたんだとか。頂点を極めたお笑い界の巨人にしてこの妻ありということなのでしょうね。最後まで夫婦でありながら一ファンと芸能人という稀な関係だったのかもしれませんね。そんな妻須美子さんは2020年8月28日に82歳で癌で旅立たれることに。4年間もの闘病生活の末のことでした。萩本欽一さん、ダウンタウンを全国区にしたことや、台頭してきたビートたけしさんのことをフランス座の大事な後輩と言ったり、なんといってもあの昭和の歌姫山口百恵さんをスター誕生で司会をしていた時に、萩本さんだけがその潜在能力に気づき、当初不合格だったのを百恵ちゃんは必ず大物になる、そう訴えると
一点合格したのだとか。お笑いだけに限らず、その才能を見抜く力はさすが金ちゃんとしか思えませんね。萩本欽一さん、今でもお笑いを突き詰めるその姿に心から敬意を表したいと思います。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？まだまだエピソードは山ほどあるのですが、金ちゃんが妻すみこさんに最後にかけた言葉は、すみちゃんありがとうだったそうです。金ちゃんらしいですよね。それではまた次回お会いしましょう。